こんにちは。4月19日水曜日、時刻は17時を回りました。ここからはウェザーニュースライブイブニング、山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。3時間生放送で今夜から明日にかけてのお天気を中心にお届けしていきます。 YouTube ライブやニコニコ生放送、他にも様々な媒体でご視聴いただけます。さあ、今日はですね、東日本や北日本などだいぶね晴れているところも多くなっているんですが、西日本は雲が広がり、ところどころ雨雲が発達していますね。一部活発な雨雲が強い雨を降らせていて、この時間帯もですね、ザーザー降りの雨の報告、一部香川県などでは豪レベルの雨の報告も寄せられております。また今夜はですね、南西諸島も雨の強まり、引き続き注意が必要ですので、激しい雨となる恐れがあります。これからお帰りの時間帯の天気、気になる頃だと思いますが、ウェザーニュースライブイブニングで最新の情報を追いかけていきましょう。そして何といってもですね、明日は日食が見られますので、明日の天気も気になるところですよね。先ほどクロストークでもお話ししたんですけれども、今日はですね、日食のお話をしたくて、こういろいろ呼んでみました。太陽なんですけれども、太陽とあとは月も用意していて、ボールをねたくさん買ってきたんですよ今日。ちょっと比率はめちゃくちゃなんですけれども、まあお月様の方が小さいんですが、まあいい距離にいるのでね、この太陽を月が隠してくれるんですよ。こう距離ちょっと間に私が入っちゃうのでちょっと難しいんですけど、しゃべりなんですけどもね、もうちょっと離れ、相当離れないと難しいんですが、そうですね、金環回帰こういうことが起こりますこれをやりたかったんですけれども、うまく使えませんでしたね。こういうことが起こります明日番組の中で詳しく何してるの打ち合わせないんですけれどもねカメラマンさんが慌てて調整していただきました。もうめちゃくちゃなピントになっていましたけどありがとうございました。まあ、こういうことが起こるんですが、まあ、明日の放送の中で解説もありますし、また中継の中で明日は部分日食と、あとは皆既日食の様子をお届けできるかなと思っております。もうお天気次第ではあるんですけれども、気になるお天気まで一緒に確認していきましょう。さて、現在のお天気から確認していきます。この時間帯いただいているお天気報告をマップで見ていきましょう。